はい、お疲れ様です。今日はですね、簡単にナックル拳の作り方を紹介したいと思います。できる人とできない人いると思うんですけど、自分の手を見てください。こうありますよね、こうありますよね、こうありますよね、ありますよね。まあ、まず握り方なんですけど、こう持ってきて、こう持ってきて、こうなんです。まっすぐですよね。ここはこうなんですよ。まっすぐですよね。ここはまっすぐですよね。ここはまっすぐですよね。で、ここはナックルって言います。ここは2本って言います。これができてないとダメです。こっちもそうです。こっちもそうですね。こうできてないと。こっちもそうです。で、こうまっすぐ、まっすぐに持って。これで剣立てをしたいと思います。まず軽く、軽くですね、ちょっとやってみたいと思います。まあ、今の方法でやってみたいと思います。こういう方法でやってみて、まあ、数は気にせず、はい、とりあえず10回ぐらい、はい、やります。で、こういうフローリングとか硬いところでやった方がいいと思います。いきます。はい、まあ、20回入れましたけど、はい、で、ちょっと結果を見ます。そうですね、ここは平らに当たってますね。ここと、ここですね、この跡がついてます。で、ここにも跡がついてます。こうですね、こうですね。難しく考えないくてもいいです。ただこのナックルができないと、もしボクシングとかそういう時には、当てさせないっていうか、まあ簡単に言えば素手の喧嘩とかそういう時には役に立ちます、ナックルは。ところで、今やった中で、なんか一つ疑問に思ったこととかありますか、皆さん。今のやり方でやれば、拳は必ず強くなります。まあ、フローリングだったり、コンクリートだったり、コンクリート、地面のコンクリートですね、コンクリートだったり、それか正拳突き、正拳突きですね、壁に向かって正拳突きとか、そういうもので拳を鍛える、いろいろ拳の鍛え方はあります。で、皆さんも一度やってみてください。ここからはくるくるこの手を、手の握りですね、握りですね、この握りが合ってれば
強いパンチが打てます。強いパンチが打てます。もうね、こういう状態であれば強いパンチが打てます。強いパンチが打てます。じゃあもう一つ、もう一つちょっと鍛え方をやってみましょう。今度は深くじゃなく浅くやります。浅くやります。浅くやるのと深くやるのでは違います。体重が思いっきり乗ってるんで浅くやるとならなおさら負荷がかかります。だからまあ2パターン、深くやるのか浅くやるのか、それを2パターン今説明しました。そのこの2パターンでちょっとやってみてください。これで小石が作れます。2パターンですね。皆さんどう思ったでしょうか。まあ参考になればいいと思ってます。自分の考えではこういう考えで拳の鍛え方を練習したいと思ってるんでやっています。というわけで今日の講座はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんまたよろしくお願いします。では。